こうやって集まってくれた皆さんが陽気で賑やかに会場を盛り上げてくださいました。本当に本当にどうもありがとうございました。それでは実行委員会高橋優子が閉会挨拶を申し上げます。お立ちになって、そして会場出口へとお進みください。